ナポリ学派は18世紀にナポリを中心にしてオペラの形式に大きな足跡を残した学派。18世紀のナポリはナポリ王国の首都としてパリ・ロンドンに次いでヨーロッパで3番目の大都市であった。シャルルド・ブロスは1739年にナポリは世界の音楽の首都であると述べている。ナポリでは1707年にフィオレンティ劇場1724年に パーチェ劇場、1737年に、サンカルロ劇場と歌劇場が次々に建設された。また当時のカストラートのほとんどは、ナポリで訓練を受けていた。そのような状況を背景として、フランチェスコ・プロベンツァーレ、ついでアレッサンドロス・スカルラッティラが、新しい傾向のオペラセリアを作曲した。オペラセリアの特徴は理想化された英雄野王たちが、主人公で、 月季の進行はレチタティーボで表され、感情表現はダカーポアリアが用いられる。序曲に関しては、アレッサンドロスカルラッティが旧環球のシンフォニアを確立した。また、ナポリの六度と呼ばれる和音を多用するのも特徴である。続く作曲家には、ニコラ・ポルポラ、フランチェスコ・デュランテ、レオナルド・ヴィンチ、レオナルド・レイをドイツから来たヨハン・アドルフ・ハッセラがいる。さらにニコロ・ヨン・メリ、 トンマーズ・とトラエッタ、ドメニコ・チマローザはレチタ・ティー・ボーより拡張し、番号をオペラへとつながっていった。一方、著名な台本作家として、ピエトロ・メタ・スタージオやアポストロ・ゼーノが挙げられる。ナポリ学派の影響はイタリアを超え、クリストフ・ビリバルト・グルックと、ボルフガング・アマデウス・モーツァルト、ルート・ビヒ・バン・ベートーベンにも及んでいる。ありがとうございます。